ラスト。はい。はい、なんか感覚が良かった。感覚が良くて、良くてやりたくなっただけです。あ、褒めてもらいました今、はい、いいですねって。いやこれでもあの感覚が良くて足したくなるっていうのはこれやってて楽しいっていう。そう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 、あ、まあ、いわゆる気持ちいいみたいな。はいはいはい、一番いいです。あ、それどころは絶対ないですけどね胸とか2頭もないな。胸3頭ぐらいかな、やるとしたら。肩もないなと。平田選手30何年トレーニングしてて今でもやっぱ楽しいっていう瞬間があります。トレーニング中はもう本当にないですね、あんまり。なんかひたすらやることをやるっていう、うん、まあ、競技やってるんでね、はい、だから本当に楽しいなって思えるのは多分やめてからでしょうね、うん、今までやってきたこうテクニックとか、ね、感覚とかをなんか駆使しながらより、まあ、遊びじゃないですけど適当にいい意味でトレーニングできるわけじゃないですか。なんかちょっとこういうのやってみようとか、まあ、多分こういうのやってみようと思っても感覚が全然あるんでまたいい刺激が入ったりするわけじゃないですか。で別になんか自分の中でノルマもないし、あ、なんか、あ、もうなんか疲れたからやめようぐらいでも逆にいいじゃないですか。多分やめないでしょうけど、でもやっぱりトレーニング終わった後のこう達成感とかなんか満足感っていうのは若い頃と変わらずありますし、うん、その中でもやっぱり足トレ終わった後のね疲労感と疲労困憊のあの感覚とやりきった感っていうのはやっぱり大好きですね。まあそれがあるからやってる人も結構多いんじゃないですか、トレーニングって。まあ競技でやってるとね成長させたい、させなきゃダメとかいい成績取らなきゃダメっていうのがどうしても出てくるんですけど、別に競技やってなければね別に目的なんか何でもいいと思うし、筋肥大目的でも別に肥大しなくてもそういうなんかね自分の中でメンタル的にねいいものがあればそれで全然いいと思うし、もちろん怪我はしたくないですけどね、いくら遊びというかその競技じゃない趣味でやってたとしても。選手はあと現役で、頑張ってこうトレーニングするのはもうそれこそ8ヶ月ぐらいしかないんですけど、今年の例えば11月、うん、想像できますか？できないですね、うん、なんか競技を終えた日、要は日本選手権が終わった日のこの自分のこう気持ちとか感覚っていうのは想像できないですね。なんか須山選手があの木澤選手の場合2年前にもう引退しますっていうことを宣言して、引退に向けてのカウントダウンというところで今やってるんですけど、
須山選手にしてみると自分が先にそういうことを決めて大会に向けてやるっていうのはとてもじゃないけど考えられないって。ああそうなんだ。あ、なんか言ってましたね、はい、え、それなんででしたっけ。大会が終わって自分がその、まあ、燃え尽きたっていうような感覚になった時に引退したりっていうのはあるだろうけど、うん、あ、僕はあれですね、もちろんそうですよ、選手としては。ただなんかファンの人になんか最後を見てもらいたいっていうのがあります。だからあえて宣言してるところが強いですね、うん、あの、まあ、こうやって YouTube やってね、本当にすごいね、みんな応援してくれるようになってるんで、そういう意味でですね、うん、まあ、なんか突然辞めちゃってえっていうよりはなんか最後見たかったって言われるのも嫌じゃないですか、はい、ね、そうするとなんかもう一回出てよとかっていう声も出てくるとね、うん、なんか出ようかなとかってなるのもあれだから、はい、うん、まあ、きっぱりと、はい、っていうのはありますね。はい、本当にあれですね、今の時代に、例えば杉中君とかもそうですけど、前澤君もそうですけど、こう若くて、ね、日本選手権で戦ってる選手たちが羨ましいですね、うん、先が長いし、うん、なんかもうすでにやっぱりボディービル自体がね、認知度が上がってきて、圧倒的にいろんな人が応援してくれてるし、まあ、そういう時代をなんか過ごせる選手たちが、ね、これから先長いことね、まあ、だと彼らにしたら僕の年までやるとしたらあと25年やるわけじゃないですか。ね、長いです。うん、なんか羨ましいなと思いますね。なんか夢があっていいなと思います。まあ、僕も別にね、今こうやって皆さんに応援してもらったり、自分のジム持てるようになったんで、最終的にはもう本当ボディビルやってよかったなと思うんですけど、彼らにとってはね、まだここから先そういう経験が20年30年でできるって本当に羨ましいなと思うしね、なんかやっぱりこういう時代になったことをなんか常に感謝しながらあのやってほしいなと思いますね。やっぱり道を切り開いてきたその木澤選手も含めて、まあ、僕もですけどその先輩たちにね、常にこう、うん、そういう感謝の気持ちを持ってやってほしいし、まあ、あとファンの人ね、うん、に常に感謝もしてやってほしいなと思いますね。ボディビルでね、僕らが杉中君たちの年の時にお金稼げたかというと絶対稼げないですから ね、今だとセミナーで呼んでもらったりとか、ね、アパレル売ったりとか、ね、すごい人だってボディビル通して、生活できるわけだから、まあ、そういう環境に感謝してほしいなと思いますね。じゃあ下行きます。はい、All right.